翔太ケイタチャンネル、翔太ケイタチャンネルというわけで今回はいこちらに納豆を用意しました。いや納豆大好きな納豆を4種類、それを普段さ見慣れないさ、なんかあんま見たことないよね、見たことない納豆ばっかり、高級納豆、うん、ちょっと一つずつどういう納豆か紹介してくれる？これ小粒、うん、トカチの息吹、なんかすごい北海道トカチ特別栽培大豆 100% 小粒、小粒が好きなんですね私は。小粒派なんですね。小粒なんですね。え、ちなみにこの小粒っていくら？北海道トカチそれこれ2つ入りだから、それいくらだと思います？350円。それなんと、うん、160円。160円、1個80円。トカチの息吹ちょっと大きいとね、やっぱね、味がやっぱ大味になっちゃうんだよね。はい、やっぱ小粒ぐらいの方が、なんかこう、みんながこうね、仲良くこう、いい味をこう、引き立てるわけよ。納豆を、こう大豆、ちょっと大きいと、うん、こう、一人一人こう、それぞれっていう感じの、うん、豆が主張してくるわけよ、こいつら。なるほどね、やっぱ個人よりも、やっぱみんなで攻めて、みんなで攻めてるわけよ。お前は違うんでしょ。いや、ごめん、納豆に対してそんな思い入れねえわ。俺乗ってこいよ。ただ真剣にこっちゃくから、俺言っとくけど、ソイフードマイスターっていうジュニアの資格持ってるから、納豆に関して言えば詳しい。だから何なの？いや納豆って本当に栄養ある。だから何で肉とか魚とかと本当同じぐらいのタンパク質、まあそうか、それぐらいで、ご飯と食べるとより吸収しやすくなったりとかするんですよ。はい、じゃあ紹介してください。続いてこちら、何これ、丹波黒黒豆納豆。こんなの見たことないんだ。これも見たことない。こんな箱に入ってるの、ね、見たことない。これ噂によって結構、もう本当にとんでもない人が召し上がってるっていう噂もあるから。へぇー。それが美味しいっていう噂もあるから。誰なんだろう、とんでもない人。そこ気になっちゃうな。とんでもないです。そんなこと言われたらそこ気になる。それはもうちょっと丹波黒黒豆納豆でこう、鎌倉納豆で調べたら誰が食べてるか出てくるかもしれない。鎌倉山ね。鎌倉山。うん。鎌倉。それなんと、いくらこれ。500円。500円これ500円。っていうことは1つ250円。うわ、1個しか入ってないかもしれない、もしかしたら開けてないもん。確かに、でも2つじゃないこの高さは。そうか、分かんない。これで1個だったらヤバいぜ。分かんない、これ楽しみだよ、開けるの楽しみ。次、続いてこれ引き割りじゃん、匠引き割り、うん、引き割りってどっちかっていうとあれだよね、こうなんていうの手巻き寿司みたいな、手巻き、納豆巻きとか。納豆巻きかんぴょう巻きじゃねえじゃん、納豆じゃんこれ。何かんぴょう巻きって、あれに入ってるバカじゃねえお前かんぴょう巻き引き割りね納豆だし。はい、続いてこれがいくら、あ、面白かった。はい、匠引き割り、こちらお値段3つ入りですから、いくらすんのこれ。でもね、意外と160円、250円で、あ、500円。3つって結構重いね、やっぱ3つ入ってると。ちょっとでも3つだからね、ほらこれ2つだからさ、値段ほら1個100円だとして、うん、300円。230円。匠です。でもいい納豆だよ。230円の3は、うん、まあ大体75円とかそんぐらいか、分かんない、70円ぐらい、80円ぐらい。じゃあ続いて、はい、国産大豆飛騨納豆。これ飛騨だっけ、うん、飛騨納豆。これどこのだってと岐阜県かな。岐阜県か、うまそうじゃん。一粒一粒真心込めてみたいな、うん、こちらお値段予想は、まあこれが今230円でしょ、うん、これもまあ190円。どう、なんとこれ160円。一番でも手頃だよね。手頃だね、これは。美味しい。じゃなっと、うん、どれ食べたい、うん、最初に。お前もこれじゃん。俺はもう小粒だから。じゃあ俺これ。俺もでもそれちょっと気になる。ちょっとじゃあこれ一回ちょっと、じゃあ混ぜようかこれ。全部お皿入れて分けようよ。見た目とさあれで。うわすごっ。なんか盛り上がってるよ納豆。ちょっとふわってこう。テンション上がるんじゃないこれ。ちょっとこれ2つ入ってました。2つ入ってました。1個250円。それもちょっと中。その中がちょっと楽しみだな。真っ黒だから多分。なんだよ真っ黒。もう影で真っ黒、うん、でも黒豆納豆ってよくあるよね。あるある、美味しいよ。うわー、紙入ってないよ。すっげえなんか詰まってる。量が少ないね、やっぱ黒豆だとね、ビヨーンってできない。
じゃあご飯ありますか。ご飯食べたいね。ご飯食べたい。じゃあちょっとこの中入れてから混ぜようか。あ、これ醤油とかないじゃん。あ、そういえば本当じゃん。もうそのまま混ぜて、そのまま食べれんじゃないこれ。なにそれ、中も入ってないの。入ってない。え、書いてないの、醤油は入れてくださいみたいな。いや、もうそのままだよ。もう見なくても分かる。ほら、書いたんじゃん。袋を使用し、じっくり発酵させた後、お酒のつまみや箸休み、そして塩コショウかわさび醤油などで一粒ずつお召し上がりください。一粒ずつなんだ。これ書き込むもんじゃないんだよ、これ。黒納豆は白い糸で割れています。これはいい発酵の証です。カビではありません。だからほら、なんかこれつけんじゃない、わさび醤油などで一粒ずつ。ほんとだ。ちょっとそのまま食べてみたら分かんない、うん。でもとりあえず一回さ、出してみようか。これお皿にね、混ぜましょう。あの混ぜ方で混ぜましょう。例のね、うん、待って、ちょっと入れてからでしょ。じゃあ全部入れちゃおうか。やね、あ、なんかね、すごいネバネバが優しい。こっちの骨盤ね、至って普通の納豆だね。でもなんか粘り気が強い気がするかも。粘り気は結構。でも普段納豆を皿に入れて混ぜることないからさ。ないよね。うん。これが一応、じゃあ混ぜましょう。いや全部やろう、全部皿入れちゃう。だな、うん。じゃあ皿入れる。そうそうそう。じゃあこれ黒じゃん、順番にさ、うん、こういうの入れて、こうじゃん、こうじゃん。じゃあ続いて、次、こっちの引き割りとこっちのひだ、ひだ納豆。これマスタード入ってたし、このトカチの。マスタード、うん、ちょっとほら、マスタードっぽくない？醤油もちょっとほら違う、違う話じゃねえんだ。ほらマスタードは、これ引き割り。うわ、なんか割と大きいよ、粒。ほんとじゃん。これが小粒でしょ。わー、引き割りだこれ。お、すげえこと分かった。これとこれ全部一緒だ。ほらほんとだ。すごー。匠と小粒は、匠と小粒はなんか醤油とマスタード全部同じ種類だった。最初も同じなんじゃないの。見て、引き割り、引き割り見て、引き割り見て、引き割りすごいよ、見て。いや、でもなんか美味しそう。うん、美味しそうじゃない、匠だから。それそれも割と大粒だね。うん、これ中じゃないよね。うん、ちょっと大粒。それぐらいだったらでもいい。いや、うまそう、うん、なんか光ってる、うん、豆がほら光ってますね。うん、まあ、うわー、納豆の匂いが充満してきました。じゃあなんか口の中もネバネバしてきたな。うまそうじゃん、これ。うまそうだよ。揃いました。じゃあ、じゃあ混ぜよう。じゃあ、あの順番は守ってよ。なんだっけ、あの順番。最近醤油入れないとかさ。あ、そう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 、知ってるよ。それはもうちゃんとやったじゃん、前回。うまかったんだから、混ぜた。お前あれから納豆食べた？食べた。どうやって食べてる？それ秘密。お前全部一緒に入れてんだろ。いやいや、ごめん。お前忠実に俺最初かき混ぜてる。本当に出ない。で、毎回ね、それを話しながらね、食べる。納豆っていうのはね、最初にいっぱい混ぜてから醤油とからし入れた方が大味じゃないんだよ。それでは奥さんと、うん、奥さんと。いいね、楽しいね、それ何回も聞いたんだ。何回も納豆が出るために何回も聞いたって言われる、うん、なんかやっぱ量が少ないな。少ない、ね、これ250円って思ったら一粒。確かにね、10円ぐらいの価値あるんだよ。いや、もっとあるんだよ。10円で25粒とか、もっとか。10円で25粒だね。25粒ぐらいじゃん、もっとある。うん、もっとある。50粒ぐらいある。でもすごいよね。 OK。 うわ、すげえ。こうやってでもさ、納豆を比べてみるとさ、うん、醤油の種類とかさ、マスタードの種類とか同じやつとかもあるんだね。ね、全然。やっぱね、醤油もほら大豆だからさ、やっぱ、うん、相性とかあるんじゃない。そうですね、いっちゃえば。うん、で、まず醤油。ごめんね、ちょっと。いいよいいよ、俺も食べたい。あ、じゃあこれちょっと醤油混ぜようか。これは普通の醤油混ぜてくれって書いてあったから。混ぜます。あ、じゃあわさびも。まずわさび醤油って書いてある。わさび醤油って言ったら、じゃあちょっとわさびと、いいくらいかなと。
っちゃうまそうなんですけど。これうまそうだよ。これもうわさびも混ぜちゃっていい？全部わさび混ぜちゃう。うん、混ぜちゃう。わさび醤油って辛そう。あーうまそう、この納豆ね。うん、結構こうやって混ぜてるとね、小粒だけど、うん、豆のなんかこうしっかりした感じっていうのが伝わってくる。うん、いやもうコロコロしてる。しっかりと言ったらこっちすごいよね。ちょっと混ぜさせてどんなもんか。いやあのね、混ぜるっていうよりも軽くこうほんと混ぜるだよね。ほんと軽くだ、ね、軽く。じゃあちょっと次、じゃあ引き割りまた混ぜる。うん、引き割り混ぜる。もうなんかこれあんまね、混ぜらんない。なんかちょっと混ぜ、こっち引き割り混ぜてみて、混ぜ交換してみよう、うん、こっちはさ、ガーッとできんじゃん。ガーッいけんやん、これも。いける、なんか粒がさ、やっぱ納豆をさ、強く混ぜすぎ。うわ、すげえすげえ、すごいっしょ。引き割りすげえ。うわすごいっしょ、それ。あ、まあ、でもこんなもんでいいかもね。うん、これもこんなもんで大丈夫。これも割と大粒だから量が少ないね。うん、納豆、混ぜ終わりました。じゃあ、気になるやつやってみます、ね、やっぱ気になるのからいきたいよね。もうね、よだれがもうネバネバしてきてる。うん、あとすごいね、匂いがね、こんな納豆揃う、うん、もう食べたい。食べよう。うん、ちょっと、北海道の小粒ちゃんから一粒一粒って書いてあったけど、小粒ぐらいいっちゃうかな。いっちゃえ、いっちゃえ。こんくらいいかないと納豆。よし、いいよ。あ、箸舐めんのやめてね。うん、気持ち悪いから。あー俺それ待て待て待て、味だけちょっと。うんうん、どう、小粒。うん、あ、小粒なんだけど、うん、豆が本当にしっかりしてる。うん、でも美味しい。美味しいね、ほんと。うん、でもね、味が上品。大味がない。大味じゃない、食べたら分かるこれ。ほんとそうかよ。あー、これすごいわ。じゃあちょっと黒豆いただきます。豆がしっかりしてる。食べて。でもやっぱ一粒一粒ちょっとこれ味わった方がいいのかな。いや、3、4粒いった方がいい。ちょっと方がいいの、うん、なんかイメージ的にはこれはがっつりいくよりも一粒一粒なんか本当に箸休みに食べるような感じだと思う、うん、ご飯とっていう、うん、ちょっとなるほど。豪快に行ったよ。うん、ちょっとうん、行って行って、それ行っちゃったよ。あー、すんごい柔らかい。あ、柔らかいの。すんごい柔らかい。マジで。あのばあちゃんが黒豆煮てくれてるようなのに、うんうんうん、納豆になった感じ。うん、うん、香りとか、あ、なんかほんとお豆って感じ。うん、豆の甘さとかバッチリ。なんかご飯に合うんだったら多分こっちだと思う。うん、ちょっとこっち入ってみてよ、うん、豆がね、箸舐めたんだよ。じゃあ先それいってみ。大丈夫大丈夫。豆がしっかりしてるから、うん、もうちょい混ぜて。いい、うまいぞーマジで。あ、うまいマジでうまい。超うまい。納豆超うまい。もう豆しっかりして口入れてうまいってわかる。豆しっかりしてる。小粒の割に、うん、そんな柔らかくない。あ、ちょっと豆って感じがするんだ。あ、これ美味しい。これすごいよ、本当に。あ、うまい。黒豆ちゃんいただきますわ。入ってきた時にゴロゴロってこう、そうそうそう、ちょっといい硬さで、これほんとすごい包まれる。うん、豆柔らかい。うん、ちょっとわさびの風味もね、うん、合うね、わさび、うん、あ、もはやこれは納豆じゃないね。ね、うん、やっぱ箸休めとかに、うん、ちょっとこれはもはや納豆じゃない、うん、ご飯にはやっぱ合わない、うん、こっち全然こっち豆。でもなんか甘さとかさ、うん、なんか豆の香りがこっちは、いやうまいね。ここまで最高です。次どっち食べたい。いや俺今これ行ったからね、引き割り行きたい。お前黒行った後だからこっち行けば。え、俺も行きゃいい。最初にね、いいよ。じゃあこれでも自分の中で点数つけてるじゃない。これ5点だよ、5点。うん、5点満点だよ。うん、じゃあちょっと引き割り。よーす。うん、どう引き割り。あのね、うん、やっぱさ、それって角があるじゃん、うん、切ってあるから、うん、それがね、なんかボロボロってくる感じ、ね、またボロボロってきてるね、これ。
さっきもボロボロできてやばい。でもどうよ。じゃこれ君の。いやでもうまいよ。いたなっと。うまい。これなんこれやっぱ。これも割と大粒なのね。いきなりうまかった。これもうまそうだよね。どう？なるほど。なるほど。これね、意外と大粒の納豆だね。納豆や。豆、何粒？大粒の納豆で、豆の歯ごたえがしっかりある。似てるようだけど、全然違う。違う。これもね、ちょっと歯ごたえあってね、豆の香りが。引きやりはね、本当にガーッていきたい。でもこれもご飯は最高だね。ガーッていきたい。本当に。ガーッていった方がうまいと思う。見てみてよ、見ていいよ。じゃあこれ、ひだ納豆ね。納豆。大粒で。ほろっとくる。結構ネバネバがね、すごい。こう噛んでても、さらにネバネバしてくる、これ。正統派って感じ。そうだね、納豆。おいしい。すごい。ゴロゴロ。ゴロゴロくるでしょ。わあ、おいしい。ああ、でも一番さっぱりしてるかも、味は。ひきわりが。でも、おいしい。なんか、ひきわりって結構さ、匂い、こう、香りが結構出るイメージない？こう、大豆切ってるからさ、全然そういう臭みとかは全くない。匂いなんかシンプル。食べやすい。さっぱりしてる。これ難しいな。あ、もう海苔とか卵と混ぜてさ、ぐわーって卵とは混ぜない。混ぜない。俺も混ぜちゃった。俺卵とは混ぜない。やっぱさ、泡出るから。泡出るから。ほら、いや、知ってるけど嫌なの。あの泡だから嫌なの。混ぜすぎるとね。そうそうそう。いや、でも全然最後の方だったら黄身だけ入れたい。それじゃつまんない。それつまんない。うまかった。ちょっともう一回黒食わして。もう一回これいきたい。やっぱさ、口入れただけでさ、こんなに納豆なんだけど違うんだね。違うね。ね、口当たり違うよね。納豆の質感がやっぱちょっと一つ。うわ、やらかい。この納豆は素晴らしいわ。もうバランスがいい。ネバネバと豆と。だなって。黒豆は甘いね。甘い。噛んでると。ちょっと最後小粒ちゃん。小粒なんだけどやっぱね、豆の感覚がね、負けてないこれ。あ、これもうまいな。これ豆がパンパンだね。すごい。うまい。豆って感じ、小粒だけど。もう決まりましたよ、僕。これどうする？5点満点で。でもちょっとやっぱ最下位っていうより、まあまあ一応点数つけましょうか。ご飯にかけるならっていうことにする。点数的にもう自分の好み。僕これ。俺もこれ一番うまい。これうまい。これ5点だね。これ5点。これ。ほんとうまい。これおすすめかも。これ美味しいな。これなんかね、豆小粒って書いてあるけど、もう十分のもうなんか。ほら、だって名前書いてんの。多分石川邦洋さんと仲間たちによる北海道とか特別栽培大豆 100%。 うまかったー。誰さん？石川さん。石川さん、ありがとうございました。ありがとうございます。美味しい。仲間たちもありがとうございます。ありがとうございます。俺とっても美味しい納豆でした、本当は。初めて食べたね。初めて。このなんか、ちょっと、スタイルに詳しい。コリコリ感っていうかね。これは美味しかった。あの、タレとも抜群にあるね、あのマスタード。美味しい。あ、やっぱり美味しい。小粒になったっしょ、ちょっと。でもなんか小粒っていうと、もうちょっとなんかちっちゃいイメージ。そうだね、柔らかいんだよね。納豆がね。ちょっと潰れちゃうっていう。歯ごたえあってさ。これは潰れないやつ。パンパンの小粒だとうまい。うまいっす
だからさ、じゃあまあ一応さ、チャンピオンはこの北海道コツブっていうことで、うん、チャンピオン、もうこれは満場一致で、うん、一応とこの 4つのトーナメントで一応これがチャンピオンっていうことで、うん、多分ね、絶対見てる人も好きだと思うんで、うん、とちょっと納豆好きはぜひ、はい、トカチの息吹コツブうまかったです。ちなみに160円一番安いからね、これね、あうまい。あともう一つか二つぐらい、いや食べれるね、虫3杯ぐらいいけちゃう。あーうまかった。でもごちそうごちそうしたごちそううまかった。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。撮影頑張ります。いろんなところへ行っていろんなことをしたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。